皆さん2日目、どうですか。あ、マイ台本読み込んでますね。どうですか2日目は。昨日よりはマシですか。どうですか正直。緊張。真ん中役はちょっと何となく分かってきました自分でも。いますよね、こういう子。いやでも私っぽい。あ、グループの中でこういう、うん、キャラクター。小作っていうバレリアです。はいはいはい。それの時も結構台本にはなんかクールキャラとして書かれてたりとかそういうことの方が多いんですよ。自分はそういうつもりないってことですか。ないです。でも今回の割とクールじゃないですか、うん、それはじゃあでもこういう感じはうちわかります。私だなっていう。あ、それは良かったです、うん。どうですか、その同年代の男子たちとあの店舗で会話するって、まあ、お仕事柄的にはないと思うんですけど。いやでもなんか私すごい喋るのに時間かかるタイプなんですよ。考えて、はい、頭で考えてから発するタイプなので。あ、普段の話ですか。あ、そうです、はい、普段、はい、男の子たちとかすごいラリーするじゃないですか。早いですよね。なんか頭が回ってきちゃいそうです。いや今日はもうあと3分の1ぐらいなんか。明日の方がね。いやね、どうします。まあ、なんか恋をして、うん、心が痛いですね。